巴型の履物は動きにくそうだな。それほどかかとが高くて危なくはないのか。ああ、それは考えたことがなかったな。俺はこの靴に慣れているからか、今まで転倒したこともない。これを履くと背筋が伸びる感覚があり、気に入っている。慣れというものか。だがそれにしてもよく立っていられるな。そのような靴で動き回れるとは感心だ。それほど難しいことではない。誰にでも履きこなせると思うぞ。トンボキリ、よければ俺の靴を履いてみるか。大きさが合うかわからぬが。話を聞くより実際に履いてみるが早いか。いや、だがやはり自分には。何をおじけづいているのだ。さあ、向こうで履き替えよう。思わぬことになったな。俺の靴はそんなに歩きにくかったか。履いたそばから転倒していたな。あの時は恥ずかしいところを見せてしまった。巴型の履物を借りたはいいが、歩くどころか立つのもやっとだったな。靴の大きさが合わなかったせいもあるだろうが、生まれたての子鹿のように足が震えていたぞ。だが履いているうちに背筋も伸びてきていた。慣れれば槍も震えるのではないか。いや、あの履物で戦うなど自分にはとても。何事も鍛錬といえばそうなのだろうが。うん、であればこの前貸した俺の靴をやろう。いずれ履き慣れれば、勇猛な攻めと優雅な佇まいが調和したトンボ切りが見られそうだな。そればかりは勘弁してくれ。